お疲れ様です。パーソナリティの楓です。今回は日本の敵基地攻撃能力保有の実現についてと、それに対する海外の反応をご紹介していきます。日本は現在戦争を永久に放棄すると定め、日本から他国に攻撃をすることはありません。しかし中国や北朝鮮といった近隣の国々が戦争に対して攻撃的な姿勢を表すことも増え、このまま戦闘態勢を示さないままで果たして日本の平和は維持されるのかという点が問題になっています。そこで求められる日本の敵基地攻撃能力保有の実現について詳しく見ていきましょう。1、現在の日本の憲法で敵基地攻撃能力保有が可能かどうか。日本は軍事力は持たないとしながらも、日本が他国から攻撃を受ける場合に守るための自衛隊と自衛隊による兵力を保有することは許されています。しかし敵基地攻撃というと、日本を守るというより他国を攻撃するという意味合いの方が強く感じられるのではないでしょうか。これに関して日本政府では、誘導弾などによる攻撃から日本を防御するのに他に手段がないと認められる場合に限り自衛の範囲に含まれるので敵基地攻撃が可能だとしています。つまり敵の基地を攻撃する以外に他国からの攻撃を防ぐ方法があるのなら自衛の範囲には含まれないということ。敵基地攻撃は奥の手、最終手段なのです。このことから現在の日本では実戦できる機会はごく限られているが、敵基地攻撃能力の保有自体は可能であるということがわかります。しかし現実的に考えて他に手段がない場合という状況が起こり得るのかどうか疑問だという声も。第二次世界大戦終戦から現在まで日本にはアメリカ軍の基地が設置されています。これは日本が自国を守るための盾でしかないため、アメリカ軍に矛として攻撃の役割を担ってもらうためですから、日本とアメリカが日米安全保障条約を結び、アメリカに日本を守ってもらう契約をしている限りは、日本を攻撃してくる他国に対してアメリカ軍が攻撃をして守ってくれます。つまり日本の自衛隊が自らが敵基地に攻撃をしなければ攻撃を防げない状態になることは考えにくいのです。そのため日本とアメリカの関係性が変わらない以上は、日本は敵基地攻撃能力を持たないも同然だと言えるでしょう。2、日本が保有可能な兵器とは。また日本の言う自衛のための必要最小限度を超える戦力は持たないという線引きもあやふやだと指摘されています。具体的に法律や憲法などで何が良くて何がダメといった定めがないのです。ただ攻撃型空母や大陸間弾道ミサイル、長距離戦略爆撃機は完全なる攻撃的兵器だと考えられているため、日本ではいかなる場合でも保有しない姿勢を日本政府は示してきました。しかしそのような姿勢の中で近年問題として挙げられるのが、海上自衛隊の保有するヘリコプター搭載型護衛艦出雲が運用開始された当初から、搭載機をヘリコプターでなく戦闘機に変えればすぐに攻撃に使用できるため、実質攻撃型空母と言えるといった見解もありました。案の定2020年には出雲、そしてヘリコプター搭載型護衛艦加賀に最新鋭ステルス戦闘機
F-35B を搭載可能にするための改修を行うことを発表しています。これはどんなに自衛が目的だと言っても攻撃型空母であることは否定できないという見方が多いです。また航空自衛隊では長距離巡航ミサイルの導入に加え敵基地攻撃能力に大きく貢献することが考えられる日本独自のミサイル開発も行うことを発表しています。これがあれば日本と対立しがちな北朝鮮や中国なら近くまで行かず日本にいながらミサイルを飛ばして攻撃することが可能。敵から攻撃されることが分かった場合に自衛するという意味でこのような戦力を持つことは理解ができますが、自衛のための最小限というあやふやな定めがある以上、他国から見て問題視されるのは仕方ないのかもしれません。日本国憲法第9条の改正について。日本国内では日本国憲法第9条の改正について圧倒的に反対の声が多いです。これは改正してしまうとまた戦争が始まって平和が脅かされるのではないかという国民の不安からだと言えます。しかしここまで見てきたように憲法を改正せずともあやふやな解釈を徐々に拡大化することで軍事力を高めていっていることは事実。憲法が変わらなければ一見変わらない平和が保たれているように見えますが、実はそうではないのかもしれません。法に触れないラインで柔軟に戦争や軍事力が拡大していくことで徐々に憲法や法律の持つ力は弱まっていき、日本は本来の法治国家と呼べなくなってしまう可能性も考えられるのです。現に日本を守ってくれる存在であるアメリカは、終戦から70年ほど経った今では、日本に独自の軍事力を持つことを促す考えも見え始めています。もちろん憲法を改正すること、イコール必ずしも平和につながると言い切ることはできませんが、何も考えないまま今までの環境というぬるま湯に浸かっているだけでは平和は保たれないかもしれないことを意識しなければならない時なのかもしれません。私たち国民一人一人が憲法や日本の在り方と向き合い、どうすれば平和で安全な生活を維持し続けることができるのかを考えていくことが必要なのではないでしょうか。ではこのような日本の敵基地攻撃能力保有をはじめとする戦力の保持について海外ではどのように考えられているのでしょうか。インターネット上に寄せられた実際の声をご紹介していきます。そろそろその時だと思う。日本は中国を抑え込むのに役に立つだろう。日本に自分で戦力を持ってもらうべきだと思うよ。そうすればアメリカはもっと別のことにお金を使えるようになる。日本だけがミサイル攻撃を阻止するための攻撃能力を獲得するのではなく、世界のパワーバランスを維持するためにあらゆる国がその能力を開発・購入できるようにすべきだ。日本が敵基地攻撃能力を保有するって先制攻撃をすることを示唆しているの？それってミサイルが発射される前に？確実に第三次世界大戦を始めてしまうような気がするんだが。もし日本がミサイル攻撃が差し迫っていることを探知したら移動式ランチャーを先制攻撃して破壊するという考え。明らかなリスクは敵の動きを誤って解釈する可能性があるということ。緊張が高まっている時には危険な状況に陥る可能性があるってことだ。全ての国に自衛の権利がある。近隣諸国と軍拡競争になるのはバッドアイデアだけど、
一度攻撃するためだけの整備なら北朝鮮の脅威を考えると必要なことだ。日本は徐々に軍事化を進めている。少なくとも2020年代には完全に武装した日本を見ることになるだろう。東アジアの状況を見ると日本を攻めることはできないね。世界に平和が訪れることはおそらくないということだろう。海外の反応を見ると日本が敵基地攻撃能力を保有することに関して仕方のないことだと肯定する意見が多かったです。たびたびミサイルを発射している北朝鮮や軍事力を拡大し続ける中国を近隣国に持つ日本が軍事力を高めていくのは必然だという考えが多く見られました。しかし仕方のないこととはいえど、平和を宣言した日本が姿勢を徐々に変えることは世界の平和が崩れていくことになりかねないという意見も見られます。いかがでしたか？それぞれの国によって戦争に対する姿勢や準備は様々ですが、共通するのは自分たちの安全が脅かされたくないということ。だからこそ他国から攻撃された時に負けて自由や安全が奪われないよう軍事力や戦力を高め続けていくのでしょう。この悲しい競争にいつか平和という終わりが訪れるといいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録もお忘れなく。